お疲れ様です。まあ、エクシアの件ですね。まあ、エクシアは、巨額詐欺事件だっていうふうに、まあ、ね、一言でパンと言えないところはあります。というのが、これ、やっぱり詐欺に指定するのにもね、責任がかかってくるからなんですよ。まあ、最高裁判所で詐欺と認定されればそれは詐欺なんですけども、そこまではね、うん、なんかお金が戻ってこないみたいな濁した言い方になっちゃうんですけども、いやでもね、今、このエクシアって会社と取引するかって言ったらしないでしょう。 うん、何もないわけですからね。で、エクシアの、うん、なんかアカウントをお持ちの方で、勧誘活動していた方は、もうちょっとエクシアのことをね、きちんと調べてからした方が良かったんじゃないかなと。うん、単なる儲かる儲かるが先行していって、じゃあ何人に対してどういうふうな利益を上げてるのかってことが、全然わからないままね、うん、まあ、進んじゃったのかなと思うんですよ。で、結果、あの、 自分も被害者なんだっていう感覚はあるかもしれませんけども声をかけられた人から見たらもうねお前が加害者だろうっていう話になっちゃうわけですよねまあこの投資というのかなんとかビジネスというのか全てにはリスクはつきものですけどもでもリスクしかないものとかねうーんまあそれはさすがにやってはいけなかったんではないかなとまあいろいろ思うところありますけどもまあ このエクシャに関してではないですけども、まあ、私自身ねいろんなものを関わってきて全部ガムくいったわけじゃない中でやってますんで、まあ、エクシャだけをね悪者にするわけにはいかないんですけどもでもエクシャも悪者だったかなというふうな気はしますね私は結局勧誘をいくらされても受けなかったんですけども、まあ、懸念がそのままここに来てほーらねってことになったかなっていうところですね うん、まあ、同時期、私あの、フォインみたいな暗号通貨のね、詐欺にかかって、500万ぐらい失いましたけども <laughs>。だからね、笑ってもいられないんですけども。まあ、けどやっぱりこう、致命傷を避けていかないといけないかなと。このエクシアがどうにかなった時に、まあね、人生をやめちゃった方もいると思いますけども、まあ、そもそも、真っ当なね、 あの、投資話、ビジネスにしても、そこまで人生が変わるほどお金を傾けるものではないですからね。本当にあくまでも余剰資金で、うん、背負いレーるリスクの範囲でやるものかなとは思います。とてもじゃないけども、借金をしてまでやるとかね、なんか重要な資産を切り崩してやるものではないですから、うん、まあ投資だというんだったら、それは資産を守るためにやるわけであって、挑戦するためにやる投資ではないわけなんですよ。ね、ここをね、なんか、 うんなんかね現状を打破するために新しいことに挑戦しましょうみたいなのはこれ違いますからねうん自らが起こす事業とか自らがあ何かねスタートアップのためのことをするのはまあこれは挑戦かもしれませんけどもどっかの誰かが作った会社かなんか組織に対してお金を放り投げるのはこれは挑戦でも何でもなくってうかつってやつだと思いますんで、まあ、今日はねエクシアのことちょっといろいろとお話し したたいんですけども、うん、なんかお金を失っっちゃった方とかね今現状やきもくされてる方のこともありますんで多くは言わないでおきましょう、うん、ただ私にねやっぱこうエクシアについて勧誘してくださった方はちょっとあの時のことをもう一回思い出してみてほしいと思います実際私がどういうことをお話ししたのか思い出せばうん、なんかねその見識ってものかな、うんまあ、これは違うよ っていうようなことがね。少しはわかるのかなと思いますけどもね。はい一生懸命良かれと思って誘ってくださった方、本当ありがとうございます。私は良かれと思って断りましたんで、あとは蓋を開けたらどうだったかっていうことになると思います。お疲れ様です。